はい、コウメです。ちょっと寒さもですね、少し下がってきたんですが、今日あたりからまた週末に向けて、気温が上がるということで非常に楽しみですね。この暖かい秋、何をするかというのをちょっと考える時間を設けるというのが非常に大好きで、手帳に収めたり書いたりしています。その中でですね、なんかポーンとなんか情報が上がってきたことがありまして、結構昔から若い頃がですね、一度は行ってみたかった丹下健三さんですね、カテドラル大聖堂ですね、こちらにですね、パイプオルガンの演奏会があるという情報がなぜか上がってきたんですね。まあ、これもご縁だと思いますので、かといってもちょっと仕事上、結構す急に入るケースがあるので、行けるかどうかなと思ってました。で、頭にちょっと片隅を置いたんですけども、今週末見るとですね、時間が取れそうなので楽しみに行ってみたいと思います。この、カテドラル大聖堂はですね、不思議な建築で、上空から見ると光の十字架が現れるっていうんですね。もちろん上空からは見れないんですけども、しかも建物というのはその壁屋根という構成の壁と屋根が一体になっている作りなんですね。なので、人間の錯覚で、通常の広さよりも広く感じるという仕掛けがあります。今回は先を楽しむ、どういったテーマ性を設けて迎えは伺うか非常に楽しみです。ではですね、こうして窓からの光を取り込みながら書き物をする、いいですよね。先を楽しむ、いつもはですね、岩松院の北斎の便箋を愛用していますけども、今回ちょっとこの糸谷さんの小さな便箋に書きたいと思います。そしてペンはですね、こちら安価な万年筆、非常に長く愛用してますね、グリーフィルですね。この音が本当に心地いいですね。まだちょっと怪我が治っていなくて見苦しくてすいません。結構溜まりましたね。やはりこのペン安価なので時間が経つと書けませんね。今回はですね、
程度なんで。聖マリア、大聖堂、このオルガンメディテーションっていうのに参加します。12月4日夜の7時からですね。楽しみですね。しかも入場無料なんです。でこちらのまあ建築がですね、断面的に描くと斜めの壁になっているそうです。そして席があって、このトップライトから光が入るということですね。なので非常に不思議な、空気感が漂うということですね。また、きっと反響も変わるだろうなというのは楽しみですね。結構本当に若い時から行きたかった建築です。皆さんコメント欄で文字を褒めていただいてありがとうございます。これはもう本当に親に感謝ですね。小さい頃、書道とかですね、書き方っていう、塾っていうんでしょうか、習い事があったんですね。それに通っていたおかげだと思います。瞑想ですね。私の大好きな瞑想。前に、アプリの瞑想を紹介してましたけども、毎日、私はやっています。非常に心地いいですね。もう本当に深呼吸するだけなんですけども、洞窟の水の音を聞きながら瞑想しています。今回、行く時の、テーマですね。テーマはどうしましょうかね。この教会大聖堂に行く前に、食事をします。レストランでちょっとコース料理を食べてから、行く予定ですね。食事、本当にここは本当にそれこそ前を楽しむですね。食事、そして、どうしましょうかね。瞑想なので本当に、そうですね、やはり教会なので心を開くという大きなテーマにしましょうか。心を開く、いいですね。こういう気持ちで、心で、受け止めたいなと。ちょっと出が悪いですね。
ところで音を受け止めましょうか。うん、いいですね。心を開く、あ、いいテーマですね。本当に、パイプオルガンはですね大好きですね、要はミラノに住んでいた頃、なぜか教会に行ってこのパイプオルガンを聴いていた時期があってですね、なんでしょうね、あの教会に響く、感覚、そして耳に届く心地よさ、すごく楽しみですね。なかなか教会に行くケースってないですよね。なのでちょっとこれがですね、もしハマればですね、何度か、足を落とし入れようかなと思っています。また、この場でですね、動画を見ている方が、一緒に行けたり出会えたら嬉しいですね、心を開く、いいかもしれませんね。あと美しくですね、いいテーマが見つかりました。心を開く、楽しんでいきたいと思います。はい、今回ですね、大聖堂という非常に静かな場ですね、パイプオルガン、本当にワクワクしています。もう何年ぶりでしょうね、パイプオルガンを聴くっていうのはなかなかないかなと思うんですけども、皆さんもですね、こういう機会、ネットとかで調べて、近くの、教会でも行ってかったんですけども、そういう催し物とか、演奏会みたいなのがあればですね、ぜひ足を運んで、なんか心を開くっていう、ちょっと今回いいテーマ見つかりました。心を開いてですね、本当に、日常を忘れる感覚で、もしこの動画が良かったという方は、いいねボタン、チャンネル登録お願いします。ではまた次の動画。